こんにちは、永田です。今回は私が2017年買ってよかったコスメをご紹介していこうと思います。正直順位はつけられませんでした。まあ、コスメだったりスキンケアアイテムだったり、なんか日常生活で使ってたものとかいろいろ含めてるので順位はつけられなかったんですけど、今回は10点ご紹介していこうと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。ではまずスキンケアアイテム、洗顔なんですけど、使っててちょっと持ってこれる状態ではなかったので空箱で、すみません。サンソリッドのスキンピールバーのティートリーです。でこれ赤い半透明っていうのかな、赤い半透明の洗顔石鹸なんですけど、これを4月ぐらいから使い始めてお肌の調子がかなり良くなりました。これと一緒に使ってるのがこちらクラリソニックなんですけど、クラリソニックはもともとここのねブラシの色は真っ白だったんですけど、この色はこの洗顔石鹸の色が移ってしまってピンクになっちゃいました。でこのクラリソニックを買ったきっかけはアウトレットで安く売ってたので、あ、お得だなと思って買ってみたんですけど、本当にすごい、なんていうのかな、洗顔のし終わった洗い上がりがつるんとしてる感じで、すごく洗い流してる時の手の触り心地がすごく気持ちよくって、ここから抜け出せなくなって、クラリソニックは旅行とかにも必ず持っていくようになりました。なんか私のイメージなんですけど、クラリソニックと相性がいい石鹸ってチューブタイプのものとかよりは固形石鹸の方が相性がいいと思うので、このまんまその石鹸に対してクラリソニックをこうくる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 当てて回してつけて、でそのままウィーンってつけて洗顔するみたいなやり方なんですけど、これを始めて本当に肌の調子が良くなったので、ニキビとかあんまりできなくなりました。全くできなくなったっていうわけではないんですけど、かなりニキビができる頻度が減りました。なのでこの組み合わせ大好きです。そして次スキンケアアイテムなんですけど、こちらメルビータのアルガンオイルです。昔はメルビータのウォーターオイルデュオっていうオイルと水、化粧水なのかな、わかんないんですけど、まあ、水と2層になってるタイプ、スプレータイプのものを使ってたんですけど、それはそれもそれですごくお気に入りだったんですけど、冬になってこちらにアルガンオイルに変えてすごく調子がいいのでお気に入りに入れました。これも旅行とか行っても必ずちっちゃいサイズのアルガンオイル、このメルビータのちっちゃいサイズのアルガンオイルを持ってるので、それを必ず持っていくようにしてます。すごい気に入ってます。ワンプッシュしか使ってないんですけど、お風呂上がりもう、これはもうお風呂に置いといてるんですけど、タオルで顔の水分を取って、これをワンプッシュ手に取って塗って体を拭いて頭とかも拭いてお風呂を出て、で化粧水塗るっていう感じなんですけど、今までだったらその体拭いて頭拭いてってやってる間にこうなんていうのかな、プンって皮膚が突っ張る感じがあったんですけど、それがこれを塗ることによってなくなったし、化粧水の浸透もいいのですごく気に入ってます。そして次もスキンケアアイテムです。それがこちら資生堂のアルティミューンパワーライジングコンセントレートです。これはちっちゃい方のサイズなんですけど、もうねなくなりそうっていうか、もうほぼないんですけど、ほぼなくって、これは確実にリピートします。なんか私アルコールに弱いお肌ではあるんですけど、これアルコール入ってるのに全然赤くなったりしないし、いい香りだし、これを使い始めてからお肌が毛穴が目立ちにくくなった気がします。11月のお気に入りで紹介したリプライセルのビタミン C はなくなってしまってリピートできてないんですけど、これはずっと続けてて、それでもやっぱりこの辺の毛穴の広がりが元に戻っちゃうこともないし、なんとなく張りが出たような気がします。なのでこれもお気に入りに入れさせていただきました。次はメイクのアイテムに移りたいと思います。次はメイベリンのドリームワンデイメイクアップベース01番ナチュラルです。これは化粧下地なんですけど、もうねここもねちょっと割れちゃってる。これは私の動画でかなり出てきてるんじゃないかなと思います。下地はほぼほぼこれっていうぐらい、最近の動画ではあんまり出てきてなかったんですけど、夏頃とかすごく出てきてたと思います。これは皮脂テカリ防止下地みたいな感じで、肌表面を滑らかにしてテカリを防止してくれる下地です。でも突っ張りすぎることもないし、乾燥しすぎることもなくって、色味も次のファンデーションを邪魔することもないのですごく気に入っています。マットになっちゃうのは嫌だけどツヤ肌を楽しみたい、だけどテカるのは嫌だみたいなわがままな願いを叶えてくれる下地だと私は思います。そしてファンデーション、こちらです。
資生堂のシンクロスキングロークッションコンパクトオークル20です。これは私のメイク動画を見てくださってる方々はもういいよそれって思ってるかもしれないんですけど、かなり大好きなクッションファンデーションです。これもねリピート2つ目で、私なかなかファンデーションをリピートするってないんですけど、初めてリピートしたんじゃないかなっていうぐらい気に入っているファンデーションです。クッションファンデーションって普通のリキッドファンデーションに比べて減りが早いので、だからリピートしたっていうのもあるかもしれないんですけど、次はクッションファンデーションじゃなくて中身が同じシンクロスキングローファンデーションっていうものがあるので、それを買おうかなと思ってます。でもやっぱりクッションファンデーションの手軽さも捨てきれないので、もしかしたらまたこれをリピートするかもしれないんですけど、本当に本当に本当にめんどくさがりな私にはぴったりなファンデーションでした。カバー力もあるのに厚塗り感がなくって適度なツヤ感が出てくれます。でなおかつ崩れにくいので大好きなファンデーションでした。多分これは今後も使っていくと思います。もしかしたらリキッドファンデーションの方にしちゃう、浮気しちゃうかもしれないけど、変わらず持っていたいっていうファンデーションです。そしてインテグレートのマツイクガールラッシュマスカラ、私はおてんばカールを使っています。資生堂のマスカラと悩んだんですけど、資生堂のマスカラ実は今年買ったものではないので、2017買ってよかったものとして紹介しようかなと思ったんですけど、今年買ったものではないので、今回はこちらを2017年買ってよかったコスメに入れさせていただきました。これはすごい最近買ったものではあるんですけど、カールキープ力があるっていうのと、繊維が入って入ってるのに繊維落ちしてこないっていうのと、繊細なまつげに仕上げてくれます。ボリュームが出てくれるっていうよりは繊細なまつげに仕上げてくれて、ダマにかなりなりにくいのですごくすごく気に入ってます。そしてリップです。本当に悩んだんですけど2本ご紹介しようと思います。でそのうちの一つがこちら、資生堂のルージュルージュ BR322 番です。これはねこのリップを使って動画でお話ししてると、必ずそのリップどこのですかって聞いてくださる方が多かったです。こんな感じの色でちょっとマットな質感になるベージュブラウンっぽいカラーですね。とっても可愛いです。今日もこれを塗った上にパラドゥのリップグロスを塗ってます。そしてもう一つこちらです。セルヴォークのディグニファイドリップス09番です。これもねブラウン系のリップで、こっちの方が若干オレンジというかブラウンに近いカラーかな、すごく似てるカラーではあるんですけど、こっちの方が若干オレンジブラウンっぽい感じで、こっちはベージュブラウンっぽい感じかな。どちらもすっごくすっごくすっごく気に入ってます。こっちの方がセルヴォークの方がツヤ感がありますね。ツヤ感伝わるかな、こんな感じ、資生堂の方はちょっとマットっぽい感じで、セルヴォークの方はツヤっぽい感じです。本当に悩みました。本当に悩んだんですけど、この2つにしました。プチプラ部門で言うとオペラのリップティントとか好きだったんですけど、使う頻度で言うとやっぱりこの2本には勝てないなと思ってこちらの2つにしました。でね、どうしてもやっぱり紹介するのが冬なので最近買ったものになってしまうんですけど、夏頃だったらディオールのディオールアディクトミルキーティントのミルキーピーチを選んでたと思うんですけど、こっちの可愛さに勝てなかったですね。そして最後です。最後はこちら、アマゾンファイヤースティックです。これを買ってから海外ドラマを死ぬほど見るようになっちゃいました。よくないんですけどね、海外ドラマとか、私アニメとかもすごく見るので、アニメとかも見てるし、 Amazon プライムも契約してるので Amazon プライムも見ちゃうし、で私今までテレビあったんですけど、テレビを全然見ない生活だったのが、家に帰ってきたらテレビをつけて Amazon プライムもしくは Netflix をこれピピ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 ピ何か流しながら何かをするっていう生活になりました。でも一人暮らしの人だったらよくあることなんじゃないかなと思うんですけど、でも本当に今年これは Amazon の Fire Stick は買ってよかったなと思います。はい、では私の2017年買ってよかったもの10点ご紹介させていただきました。では今回も見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。永田でした。タートルネックって苦手なんですよね。真っ赤になっちゃった。